はい、じゃあ、チュンホア南鎮にあります、アパートメントですね、非常に安いアパートで今空きが出たという情報が入りましたので、皆さんにこれからお部屋の中ですね、ご紹介させてもらいますね。この建物ですね、はい、こちらが A 棟の向こうにもう一つツインになってまして、 B 棟があります。この奥ですかね、の建物ですね。今から入っていきます。はい、じゃあこれが14階のフロアですね、今回ご紹介する部屋が14階です。チュンホア南鎮の14階、金額がですね、税金管理費込みで670ドル、670ドル、70平米のお部屋のご紹介ですね、はい、この奥の一番突き当たり、あの部屋が今回ご紹介させていただくお部屋ですね。はい、ハノイの賃貸の田口です。じゃあ今からお部屋の中、ご紹介しますね。よいしょ。まず玄関ですね、玄関がありまして、よいしょ、中に入っていきます。だいたい入った感じこんな感じですね。スカーッとリビングダイニングが広いですね、はい、リビングダイニングがとても広いですね。はい、70平米ですね、70平米の広さです、はい、よく見てください。エレベーターもちゃんと14階まで上がってきますので、大丈夫ですね。まずリビングダイニング、セットがこうありまして、でこちらが、薄型の、テレビですね、テレビ台があります、はい、こんな感じですね。で冷蔵庫があって、ここがキッチンですね、はい、こんな感じです。でキッチンにも当然窓がありますので、結構調理していただいても匂いがこもらないようになってますよね、はい、で、収納とかですね、こういったものも、まあ、ついてます。結構たくさん、収納ついてて、ガスがここに見えてますよね、はい、こんな感じですね。たくさん、収納できるようなスペースがこうついてます。でもう一つは、まあ、ここに浄水器があってですね、珍しいんですけど、ここでお水ひねって、きれいな水が飲めますよと。おーっとっとっとはい漏らしちゃいました、ごめんなさい。があります、と、はい、これがキッチンですね。それと、2ベッドルームなんで、ここに向かってリビングに面して2つあります。まず左側、これがメインベッドルームですね。メインベッドルーム、はい、収納があって、ちょっとした、まあ、本棚みたいなブックシェルフのようなものがあって、これがベッドですね、はい、で、まあ、執務机というか、で三菱の、エアコンがあります。これが、まあ、メインベッドルームですね、はい、でもう一つのサブベッドルームがこうありまして、こちらですね、はい、こんな感じ。まあ、窓の開口部は少し狭いんで、ここはちょっと暗いですけども、まあ、誰かがいらっしゃった時の、まあ、部屋として、使っていただければなと、はい、思います。で読書灯があって、キャビネットがこうついてて、収納がありますよと。まあ、広い、6畳から7畳、8畳ぐらいかな、あります、はい、で、まず洗濯機がですね、このベランダがありまして、ここでいろいろ干していただくことができます。ベランダがあって、ここに洗濯機、3、4の洗濯機があります。多分これはもうウォッシングだけだと思いますので、乾燥機機能付きじゃないので、ここで、お使いいただいて、洗っていただいて、下でここで干していただく。で、まあ、こんな感じ、下はこんな感じで、まあ、高い高層階なので、はい、こんな感じですね。向かい側にも、まあ、アパートが見えてます。はい、こんな感じですね。で、あと水回り、お手洗いですね、お手洗いがこちらですね、はい、ここに洗面と お手洗いとシャワーね、タンク式で、お湯を温めてシャワーを浴びると。ただ残念ながら、バスタブがつかないんでですね、バスタブはつかないということですね。どうでしょうかね、まあ、一人で単身の方がお住まいになる分に関しては非常に広く、なってるんじゃないかなと思いますし、こういった下足箱等もこうあってですね、一通りのものは揃っていると。でスペースも結構広くあるんで、まあ、ご予算に限りがある方ですね、こういう物件もいかがでしょうか。で先ほどちょっと金額の方を僕間違って言ってしまったんですけど、今オーナーさんといろいろ管理費用とかの話を聞いて、もう一度金額を申し上げますと、この70平米でですね、670と僕言いましたけども、610ですね、610ドル
ですね、610ドルで、このお部屋、ご提供できます、はい、たった今ですね空きが出まして、チェックアウトが終わったばっかりですので、はい、これからまあ次の方の、まあ、お客様を待っているというお部屋ですね。ですので、まあ予算に限りのある方、610ドルですね。で、この610ドルに含まれてますものっていうのが、税金管理費ですね。税金管理費のみです。ですので、ここのオーナー様との直接契約をしていただいて、あと例えば、ハウスキーピングをつけてほしいとか、インターネットをつけてほしいとかなれば、プラス、まあハウスキーパーさんであれば週3回の掃除だけで100ドルプラスとかですね、インターネットであれば、プラス40ドルとか、ケーブルテレビとか日本番組を視聴したいよという場合はプラス、まあ、何十ドルという形で、まあ、プラス追加にはなりますけども、何を追加して何を追加しないかというのは、まあ選択していただくことはできるということですので、それは要相談ということになります。はい、基本的には何をインクルードするかということはお客様の方で自由に決めていただいて結構ですので、とりあえず、基礎家賃と税金と管理費だけ足した金額は610ドル。プラスアルファお客様のご希望に合わせて、まあ、プラスしていただいて結構ですという物件ですね。はい、チュンホア南鎮の物件、70平米610ドルの、ご紹介でした。以上、レポート終わります。